あ、です。すいません。ちょっとご飯食べながら配信なんですけど。やばい。充電器が刺さっていない。助けて。OK。めっちゃお腹鳴っちゃった。いただきます。美味しそう。なんか今日はとあるところに行ってきて、あ、そっち置いちゃった。そう、それで近くでなんか美味しそうなの見つけて買っちゃいました。トラック野郎さん、岩潤さん、ハートありがとうございます。連携です。買ったのは久しぶりに、あ、嘘だ、この間焼きそば食べた。久しぶりに麺食べるって音した。全然、この間焼きそば食べました。全然すいません。こんばんは。いただきます。気持ちピリ辛。こんばんは。おうおうおう、飛ぶ飛ぶ飛ぶ、やめてやめて、黒い服だけどやめて。こんばんは。ともゆきさん、いばじゅんさん、ハートありがとう。やっちんさん、ハートありがとう。やっほー、久しぶりにこんなに味濃いもん食べた気がする。ハルピオンはどこのブランドで服を買うことが多いですか？私が好きなのはマジェスティックレゴンさんっていう服屋さんが好きで、でも本当に基本ファンの方からのいただき物がありがたいことに多いので、そういうのはどこだっけ、あれ、だって今絶対具材飛んだ、 あった、どこだっけ、ダズリンとか、が多い。あとなんか謎のブランドとか。なんかわかんない、なんていうんだろう、あんまり展開されてなさそうなブランドとか。前はティティ&コーみたいなところのやつもらったのは覚えてますね。多分これ今着てるやつもマジスティックレゴンのはず。あとは可愛い系、そうね、可愛い系が多いけど、なんかブリブリっていう可愛い感じじゃなくて、ちょっと大人っぽい可愛い系が多いので、でも最近はちょっとなんか可愛い系が多いからこそ、なんか違うストリート系みたいなのも目覚めてみたいなとは思います。うん、
ストリートっていうか、うん、奈々さんみたいな、岡田奈々さん、感じ。あの水。なかなかないじゃん。本当に私って結構ワンピースとか多いんですよね。ワンピースがなんで多くなるかっていうと、あの本当にありがたいことにウエストが細いってよく言われるんですけど、ウエストが細いのでズボンとかがスカートとかウエストが合わないことが多くて、そうなるとワンピースが一番楽なんですよそう、ウエスト関係なく着れるので、骨格何なんだろうね、私本当に。ウェーブっていうのはよく言われるんですけど、よく思うんですけど、自分で見てて。でも二の腕太いし、でも確かにお尻と足は太い、骨格は何なのか分かんないです、あんまり。おいしい。みんなの知らないね、足の太ももとかが太いのよ。衣装は誰のが合いますか。ああ、確かにそういうので見ればいいのか。でも基本選抜衣装は愛ちゃんの着ることが多いですね、最近の選抜衣装は。昔の選抜衣装は高見菜さんのとかが多いけど、最近の選抜衣装は愛ちゃんの着ることが多いです。愛ちゃん、ひーちゃん、そこら辺って骨格なんですか。確かにそういう見方もあんのか。うちらは他のメンバーの骨格と、確かにね、面白い見方。愛ちゃんナチュラル。ってマヨネーズ入れたら辛さ増したんだけど、どういうこと。さっきピリ辛だったのに、なんかちょっと急に辛くなった、どういうこと。まあ、マヨネーズって油ですからね、辛みは助長します。華奢だからウェーブっぽい。何なんだろう。
マヨネーズです。私がからしマヨネーズ買うわけないでしょ。なんか基本的に麺類とかはそれこそ最近めちゃめちゃテイクアウト技術が多く増えてきた、なんていうんですか、高くなってきたじゃないですか、技術面的に。だからこそテイクアウトをして、でまあね、お店的にはね、もう出来たてを食べてほしいのかもしれないけど、テイクアウトしてこうやってなんかマヨネーズ入れたりとか、お酢入れたりとか、なんか楽しむ、卵入れたりとか一人で楽しむことがこう多いですね、自分だけで。アレンジ、しかもなんか時間にとらわれないからゆっくり食べれるじゃない、食べれるじゃないですか、それが好き。テイクアウトのいいところ、本当に私食べるのが遅いんですよ。だからお店にも迷惑だし、急いでる繁盛中にさ、そんなずっとあの客いるやんってなっても、あとは あれなんですよね、卵トッピング100円とかじゃないですか。いや普通に買った方が安いそうね、今卵を入れました。最高はトルトル、してろ。オレンジ色が飯テロしてる。最高です。最高に幸せ。食べてる時が幸せ、それな。マジでそう。ピリ辛。
明日もレッスンだから頑張るためのチートで今日は。毎日チートデーみたいな感じなんだけど、この間も握手会だったし。やばすぎ。いいよ動けば。最近なんか幸せ少ないなと思ってたんですよ。うん、分かった。こういうしょっ辛い味の濃いうまーみたいなものを食べてなかった。だからだ。そう、明日スタバダブルスター絶対スタバ行く。あれチートデー。そう、欲しい。この間さ集めなきゃって言ってたじゃん。明日2倍もらえるの、その星が。行ってきます。本当はね、昨日おとつい昨日ゴンチャが本茶があれでポイント2倍だったんですけど、家から出ない日って決めてたから出なかったです。はい、なんで飲めませんでした。またポイント2倍の日に行きたいと思います。富山でもゴンちゃん飲みますよ。ポイント2倍の時ね。どこでも飲むよ。でも明日はスタバポイント2倍。楽しみ。
やっと友達に送りました。友達たちにみんなに会いたいけど、いつも同様ギリギリにならないと予定がわからないので、みんなで会わせてもらって行けたら行くでお願いしますって。そう、友達が高校の時の部活同じだった仲良し6人組で、久しぶりに会おうみたいな話が出てるんですけどね、本当に突然のお仕事みたいな感じなんで私たちってそうそうそう、急に前日に入ることもあるし、だからといってそのお仕事を、すいません友達と約束あって行けないですって言いたくないから、なるべく私自身もだからみんなに先に日付決めといてもらって、行けたら行く本当にこれ関西人の行かない上等文句みたいな、行かない上等句みたいになってると思うんですけど、私の行けたら行くは本当に行けたら来るんで、むしろ行こうとはしてるんで、めちゃめちゃ。そう、私の行けたら行くは本当に行けそう、もう 0.5% でも行けそうなら行く人なんで、はい。前のこの友達たちと集まった時もお仕事があったんですけど、そうで、何の仕事だっけ、その日生写真撮影とかだったかな、あ違いますね、普通にレッスンがあったんですけど、でも絶対行きたいと思ってレッスン終わりにめっちゃ 特急新幹線なんて言うんですか、もうダッシュで新幹線に乗って、はい帰りました。でみんなに会って、でそのままその KNB の予定だったんですよ、私 KNB のお仕事の予定だったので、まあ、そのままいればいいやと思ってたら、突然すみませんみたいな、このお仕事がこの急遽ここに入りますってなってそうだから一回東京にまた戻ってきたのまた帰って、でまたKNB のために戻るっていう、めっちゃもうなんか何してんだろう自分みたいな、わたわたしてんなって。でその KNB のロケの次の日 B 公演だったからなんだこれは何をどこにいるんだ私は今みたいなそう感じでしたいやまあそのね、富山でみんなで会おうっていうのは自分で入れたので、勝手に自分で忙しくしてるだけなんですけど、はいすいません。新幹線の定期券っていくらで買えんだろう。でも絶対そん、でも買ったら乗るのか、絶対そんな乗らないと思うけど、買ったら乗るのかもね。待って、乗った方がお得だもん。
乗れば乗るだけ得でしょ。北陸新幹線定期、北陸新幹線に定期とかあんの？友達は金沢の大学行ってた時に富山金沢間の定期券は買ってたけど、富山東京の定期券なんてなさそうじゃない？え、1ヶ月でこんな、まあでもそっか、ないない、上越妙高までしかない悲しい。そりゃそうだよね、当たり前だよね。普通に考えて多分短い区間はある。そう、短い区間はあるんだと思う。ちょぴちょぴみたいな、東京長野とか金沢富山福井金沢もあるし、だからちょぴちょぴはあるけど、ドーンなさそうです。私が今調べた感じ、そりゃそうだよね。富山から東京にいないでしょ、住めってなるもん。もういや住めさすがに1ヶ月22万、やばやばすぎやばすぎ。え、1ヶ月22万いい家住めそう、めっちゃいいとこ住めるよ。うん、月家賃22万って、新幹線乗り放題、そりゃそうだけど、考えてみ、考えてください。まあ往復3万だとして、まあ、7往復以上しないと元取れないんですよ。そう、普通に無理だよね私たちの仕事上、じゃそれこそ3月とかマジで休みなかったし、めっちゃもったいないみたいな。富山から東京に毎日通勤はできると思いますよ。始発で行って8時半過ぎぐらいに東京着いて、で終わって9時に新幹線ビューンって飛び乗れば11時半ぐらいに富山に着く。11時過ぎぐらいか。いやマジで家買った方がいい、絶対。絶対家買った方がいい。うん。やばすぎる。寝る時間もないし、なんか全部もったいない。
バカ普通に頭おかしい人の生活。富山に彼女がいたら買うかも。だってすてきな彼氏さんじゃないか。今なんか気になるコメントあったけど飛んでちゃったからもういいや飛んでちゃったからもういいや。お腹いっぱいで食べれない。あと少し食べるけどね、今日中には絶対。麺だから伸びるけど、まあいいや。私多分伸びてない麺を、なんか麺が伸びてるっていう感覚があんまりないんですよね。基本的に麺伸ばしてきて生きてきた人間だからそう、基本麺伸ばして生きてきた人間だから、麺伸びてるから食べたくない、美味しくなさそうっていう感覚がなくて、本当にビヨビヨの麺だったら嫌だけど、そう、なんか全然平気なんですよね。そう、食べるのが遅いので基本的に麺伸びるんですよ。一晩置いたカップラーメンを、まずカップラーメンを一晩置こうと思ったことない。うん、全然。その日のうちには食べます、ちゃんと。あ、血糖値爆上げして眠たくなってきちゃった。そう、オンさんですね。イオンさんは一晩置いても食べるらしい。さすがにそれはないさすがにそれはないけど、うん、ご飯のペース合わせて、うーん、それは私どっちでもいいかも。別になんかめちゃめちゃ早く食べて、あれみたいな、なんかめっちゃ待ってるやんって待たせるのは嫌だけど、でも例えばだって確実に私一人前を食べるのも結構辛いんですよ。そう、こんだけ時間かけてまだ残ってるような女だからそう、だからなんかもうお腹いっぱいになって食べてほしいですね、はい、私は。私は絶対に途中でお腹いっぱいになるんで食べてほしいです、はい、うちのパパはそうやって育ててきましたそうやって育ててきました、やばい、はい、そうやって育ててきました。私はお父さんを、
でもちゃんと残すのも上手くなっていくんですよ、どんどん。最初はもう麺だけとか、なんかご飯だけしか残さなかった人がちゃんとあのこの後パパにあげてもパパが美味しく食べれるように残すようになるんです。どんどんチャーシュー残したりとか、おかずちょっと残したりとか、ちゃんとどんどんそういうスキルが身についていくんですよ私。そうなの。どんどんそう成長していくんですよ私も。成長してったの、成長してこうなった今そうすごいでしょ。褒められることじゃないんだけど、全然偉いのよ。ネバーストップさん、ウインクしてありがとうわかる、この後食べてもらうから唐揚げも残しとこうってなるよね。うちもそうなの。ちょっとずつね頭良くなっていくんですよ。最初は言われましたよパパに、めちゃめちゃ、いやいやみたいな、麺しか残ってないじゃんみたいな、ご飯しかないじゃんまたおかずばけ、おかずだけばっかり食べて、最初は言われていましたけど、ちょっとずつそれを言われて、あ、そうなんだ、また美味しいとこだけ食べてってよく言われてたんですけど、これはちゃんとバランスよく残さないと、やっぱ食べてもらってる人だから私はダメなんだって思って、ちょっとずつ学んでいきました。えらい。偉すぎる。成長したよ。みんな。みんなハルピョン成長したんだよ10年ぐらい前よりもちゃんと成長してるよ、えらいそうなんですよね、意外とね、ちゃんと本当にまだ私成長したことがあってびっくりすると思うんですけど聞いてください。私って牛乳飲めないじゃないですか、そこは成長しないんですけど、あのこの間何のために牛乳買ったんだっけ、あ思い出した、あのパンケーキみたいな、なんか米粉のパンケーキを、その無印で米粉のパンケーキみたいな生地があって、それがすごく美味しそうで買いたいって思って牛乳を買ったんですよ、それを食べたくて。そうで、それを使ってワッフル作ったりとか、そう、え、ハルピョンがだよ、ワッフル作ったりとか、まあパンケーキももちろん作りました。すごい、まず1すごい、橋本がワッフルとパンケーキを作ってる、すごすぎる本当にそれすごすぎる、橋本マジで、まあ、ワッフルメーカーみたいな、パカッてやってペカッてペッてやってペッてやったらできるやつなんですけど、そう、でもそれをまず出したことが偉い。でその2で牛乳余りました、まあ、1リットルの牛乳買ったんで、でもその時に使ったの200ミリリットルぐらいなんですよ、まあ、めちゃめちゃ余るじゃないですか。でももうすぐ賞味期限が切れちゃうっていうこともあって、なんと今日ですね、フレンチトーストを作りました。
すごい、私料理できるんですよ、やれば。そう、でももうちょっと残ってます。牛乳、フレンチトーストと、あとあのめっちゃずっと凍ってたずっと凍らせてたブドウがあって、そう、それを、食パンもずっと凍らせてたんですよ。なんか前に食パンを使った時になんか食べきれなくて、そう、6枚切り8枚切りの残り食べきれないってなって、そう、それで凍らせてたんですよ。それを使おうと思ってフレンチトースト食べたくなって、めっちゃ美味しかったです。はい。でそのブドウはなんか一時めっちゃスムージーにハマってた時期があって、その時に凍らせて買ってたんですけど、買って凍らせてたんですけど、なんかめっちゃずっと私凍らせてるよね。そう、買って凍らせてたんですけど、それをちょっと牛乳を消費したいから、それをベッベッって入れてごくごく飲んで、したら今日集合時間間に合わないかと思った橋本が料理してるのみんなすごくない？ちょっともっと褒めた方がいいよ。絶対今しか褒めれないって、こんなにすごい。でフレンチトーストはまだ余ってます。パン2枚使ったんで、そう、もう冷凍食パンをちょっと使わないと、もう使いたいなって思った、余っちゃったからタッパーに入れて、とりあえず冷蔵庫に入れてます。明日の朝水ペッペッってかけて、ちょっとふんわりするようにレンジでチンしたいと思います。でもすごくない？私料理できるんだって。はい、味マジで美味しかった。そう、みんなにもっと知ってほしい、ハルピョンって料理できるんですよ。ちょっとタッパーに入れたの適当すぎてちょっとあんま見せたくない適当に入れすぎた、だって見せると思ってないもん。でも本当にちゃんと、あとどんぐらい残ってんだろう、料理、料理じゃないよ、牛乳、牛乳の残り具合にもよるんだよね。なんかめっちゃ調べてて、牛乳使う方法って、そう、牛乳カルボナーラとか出てくるよく。あ、でもあれを買ってきました今日は。あれがあったので、シチューの素をもうずっと隠し持っていたのでそう、なのでシチューを作ろうと思って。すごい、橋本がシチュー作るんだよ。今から、今からじゃない、今これ食べてるけど、いつか。そう、シチューは簡単に作れるじゃん、カレーと一緒だから。切ってペッて炒めて、で水と牛乳入れてルー入れたら完成なので。そう、ただちょっと人参が高かったので人参なしですじゃがいもと玉ねぎは安かったんですけど、人参高かったんで人参なしカレー。人参大好きなんだけどね。お肉は前に買って隠し持ってた鶏肉が、鶏肉とあとウインナー
があるのでそれを使いたいと思います。鶏肉はもうだいぶ前に冷凍して隠し持ってました。あと何隠し持ってるか、なんか鍋のセットみたいな鍋冷凍鍋セットみたいなの隠し持ってる。あとみんながくれた、みんながショールームで頑張ってくれたフルーツ大福が6個ぐらい隠し持たれてるあと棒アイス3つめっちゃ隠してんだよねうち。そう、なんかその時その瞬間にハマるものってあるじゃないですか。そう、その瞬間にハマるものをなんかちょっとだけ残り、ちょっとだけ残して食べきっちゃうんですよ。え、違う、なんていうの、もう飽きちゃうの。フルーツ大福はもう何回ももらってるから大丈夫、その一番最後の分。いいの、お腹壊してないんだから。うち橋本家はそういう家なんです。橋本家は冷凍庫に物を隠し持つ家なの。何でもかんでも冷凍すればいつでも食べれると思ってるそういう家。一回冷蔵庫公開配信をしてくださいあの私の冷蔵庫公開はマジでやめた方がいい。マジでウィダーインゼリー大量とレッドブル1本、あとあのフルーツジュースあるじゃん私がよく飲んでるパックジュース大量と、もうなんか飲み物しか入ってない料理できなさそうな料理できなさそうな冷蔵庫だから絶対に配信しちゃダメ。あとゼリーとか大量に入ってるうん、いただいたゼリーを大量に。そう、蓄えてる。冷凍食品とかは基本ない、うん、使わない、基本的には。橋本さん使わないです。そのだから食材を冷凍してる基本インスタントはありますよ。インスタントカレーがめちゃめちゃ安く売ってて、なんか40円ぐらいで売ってたんですよ。だからめっちゃ買っちゃって、そうそれがめっちゃいっぱいある、インスタントカレー。全然賞味期限とか近くないのにめっちゃ安くて、そう、なんかセールみたいな。で、米は研げるから、もともとお米だけは研いできた人間だから。お米研げますよ。え、ご飯、私初めてパックご飯食べたのは、あれ食べたことないかも。あ、一回だけ、一瞬だけ、コロナになった期間だけはパックだったような気がしなくもない。
違ったっけ、違うかもあれ私パックご飯食べたことないのかな、あ、ないかも。あれあるかな、いやないのか、あ、ないかも。米とげれるんで、とげるので私。人生であるかな、あんま覚えてない。でもそんなレベル。無洗米って何？え、ちゃんと洗ってますよ私。冷たい水でちゃんと洗ってます。え、米だけはもう小学生の時から研がされてきたので、お姉ちゃんと交代交代とかで、とか私は今日じゃあ、お姉ちゃんがお風呂洗うから私は米の人みたいな。そう、そうです。だから米は研げるんですよ。料理できないけど。千枚高そう。研がなくても、え、ちゃんと研いでます。あの研いだら米汁がさ、米汁なんていうんですか、米の研ぎ汁がさ、ちょっと白く濁った感じは無洗米じゃない。ですか。いやでもうち無洗米絶対買わないと思う。コシヒカリ、絶対コシヒカリだから違うと思います。無洗米じゃない。本当にないかも。とりあえず米は研げますはい、あと何だろう、私の今日なんかできる自慢、なんか自慢、あ、でもこれはウィバースで聞こうかな。ウィバースで聞こう。最近フライパン使った、だからあれで使ったって、フレンチトースト今日作ったんだから、フレンチトースト今日使ったんだって。すごいでしょ。だし巻き卵とか作れそう。私お家が甘卵なんですよ。甘い卵焼きだったのでだし巻き卵作れない。卵焼き甘い派だったので。でもだし巻き卵、あのほにゃほにゃ食堂みたいなあるじゃないですか、あの食堂わかります？ちょっとこれ場所言ったら場所バレちゃうと思って、ちょっとほにゃほにゃ食堂みたいななんかあるじゃん、その地名の食堂、そこの地名の食堂あのなんかさ、こう取るところ、え、絶対みんな違うって。違う、なんかそのなんかおじいちゃんおばあちゃんとかがやってる食堂屋さんじゃなくて、チェーン店の丸々食堂みたいな。分かってんのかなこれ、分かられてんのかな。まあでもそういう食堂屋さんがあるんですけど、そうチェーン店の丸々食堂みたいなのがあって、例えば秋葉原食堂みたいな、そう好きな、そうそうそう好きなものを取るシステムの食堂があるんですけど、
そこのだし巻き卵がめっちゃ美味しくて、え、本当に今やってんのか分かんないんだけど、そう、全然最近行ってないからやってんのかやってないのかも分かんないんだけど、もう本当に卵焼きを頼んだらそこで焼いてくれて、もうそれがめっちゃ美味しかったんですよ。そう、だし巻き卵だからめっちゃ好きです。だし巻き卵自体はすごく大好き。でもお家が甘い卵焼きだったから、別に私は甘い卵焼きの方が好きだからいいんだけど、そうそうそう、美味しかったよって話。そういうだし巻き卵、東新宿食堂だって、かっこよ。え、私それがその地名だと知らなくって、最初そのなんて言うんだろう、最初そこが地名の食堂だと思わなかったんですよ。そうだからめっちゃ全然通じると思ってて、え、ここ美味しくないみたいな言ったら、その友達に、え、どこみたいな、知らないんだけどみたいな。そうで、それがその別のその友達の家の近く、高校の友達だったんだけど、その友達の家の近くには別の名前のほにゃほにゃ食堂の食堂だったんですよ。あ、ここみたいな。そう、なんかさ、もうザ地名ならわかるんですよ。秋葉原とか新宿とかって書いてくれてたら、はいはいってなるんですけど、富山県なんちゃらなんちゃらなんしなんちゃらなんちゃら、ここなの、わかります？富山県なんちゃら富山市なんちゃらなんちゃらみたいな、ここなのよ。だから知らないじゃないですか、そんな地名なんて。そうだからびっくりよね。最初聞いてみたいな、そこだと思ってたみたいな。秋葉原とかだったらわかんない。こんなに熱弁してますけど、私もう18年ぐらいそこ行ってないです。はい。多分子供の頃よく行ってた。だいぶ行ってない。潰れたかな。めっちゃ笑顔で潰れたかなっていうのやばない。あるわ、まだ営業中、今日も元気に営業してますわ。よかったよかった。
よかったよかった。お店すぐなくなるからね。ドライヤーしたらお腹すくんで。あとちょっとだけ食べて寝ます。血糖値上げてから寝ます。どこの食堂か特定できない。やばすぎる。特定されようとされてるのやばいって。無理ですよ。めちゃめちゃ気使って今うちその食堂の話したもん。しかもめっちゃ全然家めっちゃ近いとかじゃないし特定したとてって感じなんですけど、別に特定したとって8年行ってないし、うん、どうぞ特定してくださいどうぞって感じなんですけど。やばい、ファンじゃないもはや怖い。特定したとってもう分かんないって。本当に全然。ということで8時になったので配信終わります。なんかさ、どんどんさ、みんながさ初日を迎えていてさ、私はマジで本当に全然何も今まだ覚えてないんですけど、一曲も踊れないんですけど、でもなんか辛い。なんかどんどんなんか本当にいつでも思い出して出れるのに、こう初日あなたこの日ですって言われてないから、こう出てない、まだね覚えようってなってないんですけど、なんかどんどんやっぱなんかできない人みたいな思われそうで嫌です。頑張ります。明日から頑張るって決めたの。だから明日から頑張ります。ということでランキングいきます。1位ネバーストッパーと生誕ティーはサイズ合わないのでアップティーありがたい、よかった。2位サプライズレバーとピョンズさん、3位直吉さん、4位トラックエロアットゴリさん、5位鉄道のエイトピョンズさん、6位エンドレッドアットピョンズさん、7位イバジュンさん、8位哲也アットハルピョン大大大好きさん、9位マックミックさん、10位ともゆきさん、11位ナンスノさん、12位くじの大悟さん、13位長月さん、ありがとうございます。ということでありがとうございました。また明日の配信は、今日あったウキウキはじゃあもしかしたらメールとかウィバースとかでは先に言っちゃうかもだけど、配信では明日おしゃべりしたいと思います。よろしくお願いします。それではみんなも早く寝てください。今日もインスタなんか
できたら投稿します、できなかったらごめんなさいということで、それではおやすみなさい、ありがとうございました。最後にキャッチフレーズをして終わりにしたいと思います。はい、次のようにぴょんぴょん飛び跳ねるのは春、ありがとうございます。今日も自慢のラビットジャンプで7405盛り上がりの皆さんに聞いてきたいことだけスチャー、富山県出身春ぴょんこと橋本るなでした。それではおやすみなさい、バイバイ、またねー。